映画化もされた人気バスケットボール漫画、スラムダンクの作者で漫画家の井上武彦氏が31日、自身の X、旧ツイッターを更新。同日未明に行われたパリ五輪リ1次リーグフランス戦で惜しくも敗れた男子バスケットボール日本代表に、誇らしいと言葉を送った。試合は延長にもつれ込む大熱戦となったが、90から94であと一歩及ばず。 格上の開催国からの大金星はならなかった。4点リードの第4クォーター終了直前には河村勇輝が相手の3ポイントシュートをブロックしようとしてファールを取られ、シュートが決まった上にフリースローで1点を奪われ、一気に同点に追いつかれたことで、疑惑の判定などと話題にもなった。井上氏は X で日本代表の戦いぶりを、素晴らしい試合でしたと絶賛。 我らの日本代表が誇らしい、勝利に値したことを世界中の人が見ていた。八強への挑戦は続いていくとし、フランスもさすがでした。おめでとう、シャープ、暁ジャパンと締めくくった。井上氏は、1990年10月から96年6月まで、雑誌「週刊少年ジャンプ」で、スラムダンクを連載。 世界でのシリーズ累計発行部数が1億7000万部を突破する大ヒット作となり、22年には映画化されてスマッシュヒットを記録した。